270万平方キロメートルというカザフスタンの広大な領土と低い人口密度、産業と農業の中心地の帰り、世界市場から遠く離れていることから、カザフスタンにおいてより進んだ交通網の保有は喫緊の課題となっている。カザフスタンにおいて鉄道交通は非常に重要である。カザフスタン鉄道の総延長は産業用線路を除き、国内の 全貨物の68%と旅客輸送全体の57%以上を占める 15,079km となっている。15,079km から 1,520mm の後期カザフスタン鉄道はカザフスタンの国営鉄道会社である。カザフスタンの鉄道網はソビエト連邦時代に設計されたものであるため鉄道網は ソビエト連邦内の共和国間の境界を無視して設計されている。これはオラールからアクトベまでのルートにおいて現在はロシア領土を通過するという異常事態を引き起こしている。これは同時に鉄道網が現代のカザフスタンの需要に沿っていないことも意味している。2015年までのカザフスタンの交通網開発戦略によれば1 6 0 0トルの 新路線の建設と 2700km の既存鉄道駅の電化が予定されている。2008-2007-2006アルマトイには合計距離 8.56km の小規模なアルマトイ地下鉄1号線が存在する。また将来的には地下鉄の路線は3つまで増やす予定である。2号線は1号線とアラタウやチベクツォリ駅で接続する予定である。2011年5月。 アルマトイ地下鉄1号線建設第2段階が開始された。建設を受注したゼネコンはアルマトイメトロクリリスだった。現在路線延長プロジェクトにおいて300メートル以上のトンネルが建設されている。この路線拡大には5つの新駅建設が含まれており、アルマトイのダウンタウンエリアと郊外のカルカマンを結び、路線の総延長は8.62キロメートルとなる予定である。 建設は三つの段階に分かれている。第一段階では、サイラントモスクワ部つの地下鉄駅、総延長 2.7km の開通を予定している。詳細は、アルマトイ地下鉄を参照のこと。1937年に開通したアルマトイ市電は、地下鉄の建設に伴い、2010年までに10路線の、うち8路線が閉鎖され2路線へ規模を縮小。 残った2路線も2015年以降は無期限休止。ネルスルタン地下鉄は中国中鉄など中国の企業によって2017年5月に建設を開始した。オスケメンの路面電車は1959年から1978年までの間に開通し、オスケメンにおいて最も利用されている公共交通機関となっている。一時は最大6路線まで運行されていたが、 現在は4路線にまで減少しており、50台の車両が使用されている。パブロダルには8 6トルのトラム路線がある。このトラムは1965年に運用が開始され、2012年時点において20の通常運行路線と3つの特別運行路線がある。トラムの交通網は公共交通市場の約60%を占めている。 115台のトラムが走行しており、市政府は2012年に新たに100台のトラムを購入する予定であると発表した。テミルタウ市電は1路線運行されている。アルマトイの道路合計、18万9 0 0 0トル、舗装、10万8 1 0 0トル未舗装 89,、8万9 0 0トル、CIA ファクトブックによると、2008年時点において、カザフスタンには、 合計9 3 6 1 2トルの道路があり、舗装道路は8万4 1 0 0トル未舗装道路は9 5 1 2トルがある。2011年5月時点において、カザフスタンには3264,400の自動車が登録されている。カザフスタンには延べ9万6 0 0 0トル以上の道路交通網があり。 それらのほとんどは近代化や補修が必要である。5つの国際道路がカザフスタンを通過しており、その合計は2万3 0 0 0トルである。2009年、カザフスタンは西ヨーロッパ中国西部高速道路の建設を開始した。この事業は2013年に一部開通した。高速道路の総延長は8 4 4 5トルであり、 このうちに 1787km がカザフスタン内を通過している。アスファルトコンクリート舗装の厚さは 80cm であり、高速道路の機体耐久年数は大規模オーバーホールなしで25人とされている。上限速度は時速 120km に設定されている。この高速道路には河川を越えるための複数の橋、道路維持施設、バスの停留所エリア、 家畜輸送用道路、電飾看板の建設が含まれている。この高速道路建設と同時に高速道路と接続する国内道路の補修と建設も行われる。2015年、同国からロシアに拠点を置く企業、ロシア持ち株会社が考案したカザフスタン、ロシア、ベラルーシの3カ国間を結ぶ有料道路を建設するプロジェクトが浮上している。 蓄区合計6 5 8トル天然ガス1 2 3 1 7トル、石油1 1 2 0 1トル、加工製品1 0 9 5トル水1 4 6 5トル、シルダリア川沿いに4 0 0 0トル、残りがイルキシュ川沿いに存在する合計11種別貨物1石油タンカー8冷蔵貨物1特殊タンカー1外国所有 三2012年時点において、カザフスタンには合計97の空港があるが、2001年時点では合計449の空港が存在していた。国内の広大な領土や、それに伴う各都市間の長大な距離により、航空は国内旅行において非常に重要なファクターとなっている。合計64号計、33号計、 3アスタナ航空は、カザフスタンの大手航空会社である。アスタナ航空は、カザフスタン共和国の主要航空会社かつ、フラッグキャリアであり、アルマトイを拠点としている。メインのハブ空港である、アルマトイ国際空港と、第二ハブ空港である、ヌルスルタン、ナザルバイフ国際空港、アティラウ空港からは国内外合わせて56都市に、定期便を運用している。アスタナ航空は、 カザフスタンの政府系ファンドであるサムルク・カズイナとベイシステムズ PLC が出資して設立されたジョイントベンチャー企業であるアスタナ航空は2001年10月に設立され2002年5月15日に商業運航を始めた2012年の世界航空会社アワードがイギリスのファーアンボロー国際航空省として開催されアスタナ航空は中央アジアインド最良航空会社として 表彰を受けた。アスタナ航空のボーイング757航空機、バンコクのスワンナプーム国際空港アスタナ航空のエアバス A320 航空機、アクタウ空港2009年4月時点において、アスタナ航空は以下の都市へと国内便、国際便を運用している。この記事にはアメリカが州国政府の著作物である。 CIA ワールドファクトブックの次のウェブサイト https://www.cia.gov スラッシュライブラリースラッシュパブリケーションズスラッシュ th-e-w-o-r-l-d-f-a-c-t-b-o-o-k スラッシュインデックス .html 本文を含むありがとうございます。